海、俺に力を貸してくれ。はっ、やりやった。なんだかって、敵だ、不意打ちに気をつけろ。はひとまずは安全か。敵が現れたぞ。てらっ、やっ、はっ。戦いは回避できたか。俺を構えろ、イツキ。せい、せい。ミラージュアタック、いけるぞ。ここか。ヤクザッコ君のみんなの応援のおかげだぜ。イツキ、近いぞ。や、せい。お前の技を見せてくれ。ああ、期待してな。せい。これ決まった。俺たちは負けない。俺を構えろ、イツキ。や、戦いは回避できたか。これはミラージュの気配。はっ。敵の気配は消えたようだ。気をつけろ。はっ、はっ、やっ、やっ、はっ。ひとまずは安全か。これはミラージュの気配。クロム、俺に力を貸してくれ。は、俺は負けん。じゃあ俺もよっ。聞いたぜ。決まったぜ。ミラージュの気配。は、油断はできない。でせー、俺たちの敵じゃねえな。
一気に決めろ。クロム、俺に力を貸してくれ。おう、やった。はっ、ザッコ、こんなもんや。やっ、手応えのない、いいウォームアップだったよ。気をつけろ。やっ、セイ、ミラージュアタック、いけるぞ。了解。よし、倒したぞ。やり、こんなもの、いいライブだったわ。いきなりか。よろしく、チキ。任せて。それじゃ早速、お薬作るよ。へい。はぁ、疲れた。これでお薬は完成だよ。今の動きは？もう、それはいいでしょ。ほら、早く舞子にお薬。マイカ、ただいま黄泉の国より帰還しました。はぁ、あ、よかったよ。すっげえ効き目だな。なんかヤバいもんでも入ってるんじゃないの？ごめんね、みんな。ずいぶん迷惑かけちゃったみたい。チキにもお礼言っとかなきゃ。まったくだぜ。イドラスフィア行かないと治せない二日酔いって一体どんなだよ。もう勘弁してくださいよ。俺たちは舞子さんのお袋じゃないんすよ。ウィーン、お母さん、トーマくんが怒った。
よくしなさい。ほんとこの人はチャランポランだな。ねえ、イツキは本当に舞子がチャランポランだと思う？いや、そこまでは。無理に気を使わなくてもいいわ。あの人、昨日業界関係者と飲んでいたのよ。フォルトナのタレントを売り込むために。結構な立ち回りだったそうよ。そうだったんですか。それだけじゃない。ミラージュ事件の隠蔽や警備関係で裏から手を回すために警察の上層部と一晩中接待や交渉をしていることもあるわ。俺たちが戦えるのは舞子さんが陰で支えてくれてるから、そういうことですか。あの人、そういう一面言いたがらないし見せないように努めてる。でも五木は知っておいた方がいい。感謝しないとですね。よーし、みんなのおかげですっきり会長。今日もお仕事頑張りましょう。おーおーおー、ほら、いつきくんも。おー、はい、よくできました。